明日から始まる APEC 閣僚会議へ向け、会場のパシフィコ横浜周辺は警備態勢を強めています。その会場近くでは先ほど異臭騒ぎがあり、現場は騒然としました。会場周辺にはこのような検問が複数箇所設置され、会場近くに行くには必ずチェックを受けなければならない態勢が敷かれています。APEC は明日から閣僚会議が予定されていて、横浜には今日にも警護対象となる要人が20人以上入る予定です。会場の周辺警備は今週末の首脳会議に向けて最大で2万人を超える警察官を動員するなど、異例の警備体制が敷かれています。もう一番偉い方が来るんで、このくらいは当然なのかなっていう感じはします。お店やってるんですけど、売上がちょっと若干下がったかなっていう感じではありましたけど。午前10時半ごろにはメイン会場の前のマンホールから異臭がすると警戒中の警察官から通報がありました。警察などが調べたところ、汚水から自然発生した異臭の可能性が高いということです。